はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングのフジです。たらなげちゃうよ。はい、というわけで本日も、集まる動物の森の動画を撮りますけども、さあ、今回はちょっとね、私が待ちに待った、あれができました。ちょっとあれを作るために、しまっちゃったので、DIY 代を出しますね。いや、この夏、やっぱ夏の時期ってすごく僕好きなんですけど、はい、その中でもね、やっぱこの、あ、これが欲しかったんだよなっていう、はい、もうザ、これこそが一番僕が求めてたかもしれないという壁紙、はい、できました。見てください。こちらの壁紙の、これ、はい、水中の壁紙。はい、夏の貝殻さんと、サンゴ5つ。で、この、魚が泳いでるんですよ。これはね、めちゃめちゃ欲しかった。でね、かつね、これこれも夏限定の DIY なんですけども、これも一応ランダムなんですよね、手に入るのが。なんで結構これは根気よくね、待って、しかも根気よく僕、サンゴ一切集めてなかったんで、集めました、サンゴもギリギリです、本当に。はい。そして、夏の貝殻。これで、じゃまずは壁紙を作るとこから、皆さんに見ていただきましょう。いや、夏のね、この、なんつうんですか、限定の DIY、かなりね、熱いの多いですよ。なんで、これはちょっと、皆さんぜひ作ってほしい。はい。水中の壁紙。で、あとですね、ま、いろいろね、こう、夏限定のやつあるんですけど、はい。貝殻ポシェットとかね。もしくは、貝殻のね、なんだっけな。これ、貝殻のステッキ。貝殻シリーズがね、すごいね、熱くなってるんですよ。あ、季節のレシピで見れるのか。これ、時間かかった。大海原もね、南の海だったわ。はい、南の海の壁もね、なかなかいいんですけど、やっぱこの水中でしょ。水中にいる感。自分がいる感をね、やっぱこう演出したい。なので、まずはじゃあちょっと、まず曲から変えよう。はい。曲が違う、曲が。こんなね、ねっとりした曲じゃない。サルサ、いや、ここはね、ケケ、排水機器割れたな。いや、違うな。ね、持ってんすよ、僕。完全にこれはもう、アロハ聞け。いや、アロハじゃないんだよな。カリプソでしょ。カリプソ。あ、でもいいね。アリエル。よく聞いてくれないから、始まるやつっぽい。よし、じゃあちょっと、まずは壁紙を貼ります。はい。ドン。思ってたよりいい。この涼しい感、なんつうんだっけ、涼爽感、爽涼感、違います多分、はい。いいね、このやっぱこの水中の感じっていいよね。だ、水中の感じいいからこそ、ちょっと待って、これ貝殻のさ、あれじゃなきゃダメじゃん。貝殻のあれ、ちょっとこう、もういきなりまずこのオープンリールデッキが違う。俺貝殻のさ、あるじゃない、あるんすよ。そうだ、思い出したわ。これ。海岸のスピーカーよ。これのおかげで、オールオッケー。音質だいぶ良くないけど。もう一個欲しいな、貝殻。でもこれ多分レシピなんだよな。多分じゃあもうこれはもうしょうがない。このままでいきましょう。で、DIY 台も一回しまっちゃって、どうしようかな。地面から行きましょうか。地面から。もう今回はね、まあ今回はね、そのなんつうの、家具パンパンいっぱい置くってよりは、この壁紙の素晴らしさをね、皆さんに共有したいという。まあ、多分やってればね、普通に手に入るものではあるんですが、なんだかんだね、こう、運が悪いと意外と手に入らないものなんで、逆にこれね、見て、火山、はい、水中火山。水中、火山って知ってます？皆さん、水中の方が多いんですよ。はい。深海とかの方がね、火山の、活動率は高いらしいんですけど、まあ、そんなのはどうでもいいんですよ。はい。そんなんで地面作ってたらね、ちょっと毎回火山じゃねえかになっちゃうので。そうなるとね、難しいな。どんなのにしようかな。あ、でもこれとかさ、なんかこう、いいじゃないですか、この、海底の砂浜感。海底って砂浜っすもんね。あ、これいいな。他になんかないかな。他に、赤黒ピータイル。こういうのつけると一気にテーマパーク。一気にテーマパーク感が出ちゃいます。もう完全に自然ではない。一切、自然感ない。魚なんてこれ全部作り物ですよ。だけどこれを荒野はちょっと乾いちゃって草生えてるしな。岩山も違うかな。で、これは地底逆に。あー、やっぱり、ね、やっぱね、ちなみにこれにすると、はい、一気にまた。実は地球よりも文明が進んでたけど、なんかもう、表紙に、滅びてしまった世界になっちゃうので、はい。砂漠にしましょうか。これいいね。あ、これ思ったよりいいわ。海底感あるわ。
よし、これは、いや、いいですね。でね、今回でもね、僕が注目すべき、家具だなと思ってるのが、これなんですよ。この、魚シリーズ。魚の、まあ、金の穴はちょっと違うんだけど、俺持ってないの、これ全然持ってないじゃん。こうやって見ると。あれですよ、模型。あ、タイ持ってたじゃん、僕、タイ。タイとかね、そういうね、模型をね、ガンガン作って、飾るだけで、もうそれだけでなんかこう、世界観出来上がる。ああ、アクアリウム感がすごい。あ、でもなんかちょっと悪くないな。そんなに違和感はない。ちょ、真ん中に置いちゃうかな。ど真ん中。ちっちゃいな。もうちょっと大きかったらな。これが。あ、でももう可愛い可愛い。なんかね、結構ね、家具的に、そんななんかこう、海底に合うもんないだろうなと思ってたんですけど、意外とその、まあ、僕が持ってなくて、その作れるものとか、存在するもので、それっぽいのが多かったので、ちょっとこれはね、作り方を考えれば、面白い世界観ができそう。ちなみに今ね、ジャスティン来てるんですよ。だからジャスティンに作ってもらうか。まあ今置けないんだけどね。うん。今置けないんだけど、作ってもらうのは大事。苔、あ、苔玉も悪くないな。いや、これね、あ、これめっちゃいいな。これもらったんですけどね。あ、だからくれたのか。だからくれたのか。あ、これ。はい。知り合いがくれました、これ。いただいたものちょっとね、飾ってみましょう。はい。こう。合うね。合うよ、これは。これだいぶ合うよ。で、これね、これ思ったんだけど、これか?これかっていうところあるんだよね。逆にこう、こういうのにしちゃうとかね。荘厳な感じ。それか、こういう。いや、マリアだったらこれかな。あ、これのがいいわ。あ、めっちゃいい、見て。全然トイじゃなくないこれ。トイな王女ダメだけど。ありがとうございます。DIY レシピもね。まあ、これだけじゃなくてなんかあったりしないかな。ちょっと見てみようかな。バーっと。バーっと見ていい?バーっと。バーっと見ましょう。バーっと。皆さん、バーっと。ドゥ。はい。なんでもないです。ネモリの扇風機。いいのもらったな。なんかこう、地中じゃなくて、海中にありそうな、海底にありそうなものランキング。なんでもいい。なんでもいいぞ。あ、樽はねえな。なさそうだな。すぐ樽の方に目いっちゃいました。すいません。やっぱね、あ、でも石系はちょっとありかも。これよくある庭石とか。あ、よくある庭石。これいいじゃん。高い庭石。あ、高庭石とよくある庭石。ありだね。これはちょっとありだぞ。石碑。あ、アンモナイトも欲しいな。外から持ってこよう。で、あと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 ね、あとね。ちょっと待って。石系ね。まず石 DIY ね。オッケーオッケー。これナイスだ。これナイスだよ。これはナイスだよ。あと、なんかこう、草もなんかな。こういうのじゃないんだよな。苔。苔床みたいな。ないんかな。苔床。緑の落ち葉は違うな。難しいな。こうやって見ると。あ、てか砂浜の床があった。砂、いや、でもなんかね、俺の今、砂浜やっぱ外じゃん。違う、俺の今つけてるやつの方が多分ね、それっぽく見える。あ、貝殻のスクリーンとか結構あるな。あ、貝殻のベッド。じゃ、貝殻作っか。貝殻シリーズだもん。俺、貝も多分そんな持ってないんだよな。思いのほか、落ちてました。はい、す、結構落ちてました。これ、尺貝拾うでしょ?尺貝拾って、でも、今もうないもんな。他に骨。骨じゃねえや、貝。骨って。貝はないね。貝、夏の貝殻ちょっと出しとくか。以外ないだ。あと、アンモナイトもね、出しときたい。で、ないね。結構、見てください。ほら、結構あった。こんなに貝って落ちてんだってぐらい落ちてましたね。飲み物いました。はい。飲み物捕まえてきました。ちょっとじゃあこれで、これ持って、石ギリッギリ足りましたね。ギリッギリ1個作れます。よかった。ギリギリです。でもだいぶ。はい、ほら。これ絶対これあった方がいいって。高い庭石は。よし、これで基本的に、あ、でもあと、貝殻シリーズか。そしたらもう、ここら辺いらないかな。やっぱりちょっと、世界観が違くなっちゃうから。これ、石碑、石飯の怖いけどな、めちゃくちゃ。で、亀いて、ラグもな、ちょっと違う気すんだよな。そしたら、ラグはでも、やっぱ、そういう、なんつうの、世界観は世界観って、ありますけど、ここにちょっとしとこう、逆に。はい。ラグは、あれにしよう。ちゃんと、ベッド置き場にしよう、ベッド置き場。さあ、というより、貝殻ベッド、貝殻ベッド、あったあったあった。これこれ。あら、かわいいじゃない。
あー、いいじゃない。これに、これがあるだけで一気にね。はい。あ、ここの人、この人がマーメイドなんだっていうね。ちょっとわかるよね。マーメイドなんだっていうのもよくわかんないけど。はい。で、こう、頭蓋。頭蓋はね、やっぱこうかな。頭蓋もう一個ここに置きたいけどな、ここに。上にあるけどな。上の階にあるから、ちょっと上の階から取ってくるか。不可侵の部分だから、ここって。うん。人間が勝手に入り込んできたら、それはちょっとやっぱ、容赦はできないよね。マーメイドも。やっぱ人魚姫ってやっぱ2種類あるから。めちゃくちゃ怖いか、めちゃくちゃ優しいかというか、可愛いかの。よし、そして、これですよ。これちょっと、雰囲気出るんじゃないの？どこ行った？どこ行った？どこ行った？あった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 。しくあれ俺もっと、でかいのをイメージしたんだけど。こんなもんかい。マジかよ。あー、じゃあまあ。まあじゃあ、ここに、これ、そこにしよう。亀もこんな感じにしようかな。あー、いいじゃん。これだいぶいい感じよ。で、タガメ、あ、タガメは？超深海タガメ。いるのか？こんな深海にタガメは。やっぱこう、できれば岩の周りにこう、置きたいよね。岩こそがやっぱこう、生物の、居場所としてすごくふさわしい。あ、いいじゃん。あー、いい感じ。すっきりしてていいな、これ。なんかこう、ラグでもあればいい感じって感じ？あ、恒例のじゃあ、あれ言っちゃう？登場人物シリーズ。今回はね、すぐ作れますよ。はい。カエル。そして、壁に、頭。これだ！はい。はい。カッパです。登場人物どうしようかな、じゃあ。ここにしようか。いや、なんか、地味だな。ああ、どうしよう。ここ置きたいな。で、ここ置きたいから、逆にちょっとこう、ここ置くために、ここをちょっとどかそう、この、こいつらを。でも、城がね、城が逆に、ここら辺にこう、あ、いや、城こうだな、もう。むしろ。城だけに、うん。城だけにむしろこう。で、もうそう、これど真ん中でいいじゃん、こんなん。ここら辺にこうやってさ、置いて。で、こうの。ああ、いいじゃない。すごいそれっぽい。で、もうこう。今回はね、さすがにね、うずめちゃうとちょっとね、あ、かわいいかも、ちょっと。あ、かわいい。あ、でもかわいいけど、ちょっとさすがになんだこいつなんだ、ちょっと。ちょっとなんだかわかんなかったな。しょうがない。これはちょっと今回は、首長カッパにしましょう。これもしょうがない。はい。見てこれ。めちゃくちゃいいじゃん。あ、すごい。カッパって深海にいたんだ。部屋の名前ね。部屋の名前、カッパって深海にいたんだ。です。はい、完成しました。いや、結構ね、やっぱ、これだけでもだいぶ雰囲気出るね。貝殻のこれもっと買っとこう。で、3つぐらい置いて、こう、サラウンドにしよう。これ、あとね、この岩もっと欲しいな。で、あとね、これ今、ジャスティンがいるので、ジャスティンにね、もう一個ぐらい、ここに頼んでおきますね。毎回ちょっとこれ頼んで、お魚だらけの、水中部屋を作ろうと思いますので、はい。皆さんもね、これ今、季節のレシピで作れるものなんで、今のうちに集めておいた方が、まあね、最近起動してないって方もね、ぜひともここで起動して、ゲットして、置けば、後で、そういえば水中の部屋作りたいな、なった時に、大事これは。はい。めちゃくちゃ大事です。見てください、このカーブ見て、カーブ。これ、ニュルリって、ここ、これがすごくいいから、ぜひちょっとこちらの、水中の壁を駆使して、皆さんも、ナイスな水中作ってみてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。